次男坊ガラス傘にみぞれの落ちる中を生まじ恋気に別れた聖子日光街道の日光街道の日が暮む目を向く侍ヤクザお奉行様から問われしドブの世界になぜ身を投げる訳はあの子の訳はあの子の目に聞きな南坊ガラス大手三年三度がさ何の今さら旗本暮らしどうせ半目とどうせ半目と得たもの今の曲でもお分かりのようにラテンリズムが日本の歌謡曲にもたくさん取り入れられた昭和30年代前半歌謡曲歌手の世代交代も活発に行われました。白根和夫さんもそんな中から生まれたニュースターのお一人でした。次男坊ガラス。どこへ飛ぶのか次男坊ガラス朝にみぞれの落ちる中を出た